はい、タバコ吸うだけの動画始めていきたいと思います。今回は、俺の大好きな、多分今まで、てか現在では一番好きなタバコですね。ガラムの、メンソールという、ガラムメンソールですね。こちら。まあ、売ってるとこがあんまりないと思います。多分あんまり売ってない。まあ、タバコ屋に行けば売ってると思うけど。コンビニじゃ売ってねえな。こちらがね、インドネシア産のタバコなんですが、タールが33ミリ、ニコチンが1.7ミリという強烈なタバコなんですが、これが値段が430円だったっけな。でね、16本しか入ってないんですよ、これ。普通タバコって、まあ、20本入りなんですが、16本しか入ってない。だから高い。本数的に見ると高い。非常に高いタバコなんです。でね、ちょっと細いんですよね、これ。まあ、わかんないかもしれない。ちょこっと細い。わずかに細めのタバコで、若干ね。でね、まあ、見るとわかるんですが、ちょっとね、なんか汚いんですよ。なんか、まあわかりづらいか。ちょっとね、ところどころね、斑点がついてるんですけど。これはね、なんかね、この タバコの、特殊なタバコの葉っぱ使ってるんで、てか、タバコの葉っぱっていうかね、なんかね、長寿っていうなんか、ものを使ってる、実をね、使ってるやつで、非常にね、香ると非常に臭いんです。でね、吸ってタバコ、その煙も臭いんですよ。でですね、吸うとすごいんです、これが。強烈すぎるというかね、匂いがものすごい。ただし、33ミリの割に非常に吸いやすいという。でね、すぐ消えるんですよ。ほっとくとこれ消えるんです。多分、燃焼剤が入ってないんじゃないかな。で、もう一つの特徴として、これを吸っていくと、こう音がするんですけど、パチパチって音はする。ちょっと聞こえないかもしれないけどね。まあ、パチパチ弾けるんです。この中の、そのさっき言った長寿っていう、ね、実なのかな。まあ、普通にね、長寿って、クローブっていう、別名クローブっていうんですけど、これが普通にね、実は売ってまして、ハウスかなんかの、タバスコとか、タバスコちゃうな。香辛料とかの、ね、ああいうの、胡椒とかの、ああいうコーナーに、普通にね、実は、普通にスーパーに売られてまして。まあ、そうなんです。売られてるんですね。でね、ウィキペディアで見ますと、ガラムはインドネシアのグダンガラム社が、製造するタバコのブランド名である。正式名称は社名と同じグダンガラム。かっこ、塩の蔵。まあ、しょっぱい、塩の、あれの蔵と。という意味となってます。でね、実際にここのね、パッケージにもこれ書いてあるんですが、このマーク。ね、これもね、この塩の蔵の、
マークと。で、概要。クローブを香料に使ったクレテックと呼ばれるタイプである。クレテックタバコっていう。巻き紙にシミがついてる、ことが多いが、クローブ、かっこ漢方薬にも使われる長寿の、いわゆる油が染み出たものであり、汚れではない。吸い口が甘く、あ、そうだ、言うの忘れてた、これ。このね、フィルターの部分がね、口に加えると、てか舐めるとね、甘い。この部分が。だから、加えて吸ってると、あ、ここの辺が甘いんですよ。で、それもなかなかね、いい味を醸し出すというか、いい。まあ、俺の気に入ってるところなんですけど。吸い口が甘く、火をつけるとパチパチと火花が散り、クローブの非常に特徴的な香り、かっこしばしば、猛烈に臭い、お香臭い、吐き気を催すほど甘ったるい、などと表現される、が漂う、というね。うん。俺、これ、実験でね、これ本当はね、まあ、2チャンネルにこのガラムのスレがあるんですけど、それによると、タバコ吸っていい、どっかの店でね、このタバコ吸ってたらね、怒られたらしいという。あまり、香りの強いタバコはちょっとって言われたらしい。っていうほど臭い。うん。で、俺は、マクドナルドで、一回これを、喫煙コーナーで吸ったことあるんですけど、他の客がいた時に。結構ね、見られました。吸ってたら、こう、チラチラね、見てきて、出ましたね。で、まあ、俺はもうそこら辺気にせず、忘年会とかでもこれを吸ってたりするんですけど。うん、知ったこと、でもね、タバコを吸わない人間からすると、いい匂いらしいんですよ。ただし、タバコを吸ってる人間からすると、非常に臭いと、いうらしいです。まあ、わかんないけど。これ、そこら辺は知らないんですけど。これ捨てた人間見たことないから。パチパチと火花が散るときに火の塊が落ちて、衣服やズボンに穴を開けてしまうことがあるので注意が必要。これはね、本当にね、これあるんです。あり得る。で、それに加えて、結構ね、パチパチ弾けるんで、この、灰がね、非常に飛びやすい。非常にね、そこら中に飛ぶんで、汚れるんですよ。机が。現行品がこのメンソール、あ、440円ですね。16本入りで440円となってます。で、なんか、ウィキペディアに、タール値が間違ってるんだけど、タールがなんか30ミリって書いてあるけど、これ違うな。これ間違ってる。33ミリなんだけど。でね、これのメンソールじゃないバージョンもあるんです。うん。で、あとね、ショートピースの缶ピースみたいにね、缶のやつも、売ってます。激レアですけど。ほぼ売ってないですけど。これはですね、さらに、タール値が高くて、42ミリというタール値で、ニコチンが 1.9 ミリということになってて、値段が1150円。だから、カンピースと同じっちゃ同じなのか。同じだったっけ。だが、しかし、50本入りではなく36本入りとなってます。で、ガラムの、これではなく、まだガラムシリーズ結構いろいろあって、シグネチャーマイルドっていうのもあるし、ヌサンタラマイルドっていうのもあるんです。それぞれメンソールバージョンもあり、現行品が
全部で1、2、3、4、5、6、7種類あります。で、一番吸いやすいのが、ガラムのシグネチャーマイルド。っていうか、ガラムのシグネチャーシリーズですね。こちらが価格が470円で20本入りで、タール値が15ミリ。ニコチンが 1.1 ミリで、非常に吸いやすい。で、ガラムのヌサンタラシリーズが、値段が290円で12本入り。タール値が18ミリで、ニコチンが 1.2 ミリとなってまして、これは割とね、美味しい。てか、癖が強い。初心者の人は、シグネチャーから買った方がいいかなとは思うんですけど、470円って高いよね。高いね。だから、個人的には、このガラム、普通の、この440円のガラム、本当のこのシリーズ、16本入りのやつか、ヌサンタラマイルドっていうやつ、290円なんで、まあ個人的にヌサンタラシリーズ美味しい。ヌサンタラも全然美味しいんで、うん。そこら辺から買ってみるのもいいとは思います。ただ、合わない人はもうすぐまずって、クソまずって言うと思うんで。うん。うん。ね。まあ、注意が必要です。ああ、でもやっぱうめえな。うまい。あ、やっぱなんか間違ってるな、これな。おかしいな。なんかどこのサイトでも、このガラムメンソールが30ミリって書いてあるけど、ここにはちゃんと33ミリって書いてあるんだよな。どっちが本当なの？変わったのかな？タールチな。変わったんかもしんないですね。ちょくちょく変わったりするんだよね。わかんないです。どうなんですかね。変わったんかもしれない。うん。まあ、インドネシアのタバコなんで、インドネシアのタバコって大体こういうタバコが多くて、この、長寿クローブタバコっていうのが多くて、うん。なんだ、手巻きタバコにも、これのシリーズがあって、てか、インドネシアのタバコ。インドネシア産の手巻きタバコも、俺持ってるんですけど、本当同じような感じの、パチパチ弾ける臭いやつなんで。ただね、やっぱりね、このね、フィルターが甘いのがでかいんですよ。ここがうまい。ここがうまいっていうか、この口に甘いのを感じつつ、この臭いのを吸うことによって、こうね、うまい具合に。あ、うめえってなるんですね。うん、だから、やっぱりね、このガラムメンソールっていうのを普通に買う。のが、俺は好きなんです。うん。
これのね、メンソールじゃないバージョンも、普通に美味しい、ね。で、あ、そう、なんかコメントであったんですが、俺はあんまり、なんだ、ふかしてるんじゃないかっていう、ふかす、ふかしてる、吸ってるように見えるって、よく、言われたんですけど、コメントで。俺基本的に、口の中に入れて、一回深呼吸して、吐くっていうタイプで、一応肺には入れてるんですけど、みんなダイレクトには入れません。こんな感じで。こんな感じでやりません。これはね、これやってるとね、ガラムでこれやってるとね、速攻にヤニクラ起きるんでね。もう完全に。一回口に入れて、吸った後に口を開けて、深呼吸する人、これはもう完全にダイレクト、あれですね、肺にダイレクトアタック。なんですけど、これはやんないんです。だから結構吐くときに煙も結構出るんで、そんなにそこまで肺には入れてないんですけど、ほどほどに入れてる感じで吸ってます。いつもタバコは大体。うん、まあ、こんな感じです。まあ、まあ、ただ売ってるとこが少ないんで、まあ、少ないって言ってもまあ、タバコ屋だったら大体売ってると思うんだけどな。まあ、タバコ屋っていうか、手巻きタバコとか売ってるぐらいの、品揃えがいいタバコ屋。このタバコは結構女性もね、買ってるらしくて、俺前タバコ屋でこれ買ったら、これ結構女性にも売れてるんですよね、とかって言われて、マジで?と思って。こんな女性買うのって、すげえなって、思いました。若い、しかも若い女性が買ってるとかなんとか言うとったんで、と思ったんですけど。うん。ということです。これは美味しいので、5つ星です。ぜひ皆さん吸ってみてください。ご視聴ありがとうございました。